はい、ワード2。ゆうたさんいらっしゃい。どうも。ドラちゃんいらっしゃい。音聞こえますか？みんなお疲れ様でーす。お疲れっす。久々ね、コンテンツホルダー理論っていうね、ちょっと、まあ、聞いたことないっていう人いると思うんだけど、僕がね、前々から、ニコ生からずっと、こういう風にすると、稼げるよっていうことを、ずっと話してたんですよ。で、今日はそれを語ろうかなとか思ってまーす。はい、ワード2。マライオンいらっしゃい。楽しんでて。今日はね、ビジネスっていうのかな。ビジネスだけじゃないとは思ってるんだけど、結構その普遍的な話題になるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、いろんな人が多分、まあビジネスに興味ない人でも役に立つ話をしようかなと思ってますんで、楽しんでてください。本当に女の人でも男の人でも関係ないっていう、あくまで持論ですけどね。みさきちゃん、ワード2いらっしゃい。楽しんでて。いつもありがとう。うん。はい、ハチいらっしゃい。早いね、今日は。最近ハチ出遅れること多いんだけど。早い、早番ですね。うん。はい、桜子いらっしゃい。ワード2。まあね。まあ、配信始めた時から、まあ結局、まあ個人的にはブレてないつもりなんですよ。もうずーっと配信で飯を食ってくっていうことを言って、で、まあ、結果が出るまで3年半かかったわけなんだけど、まあ、その時語ってたことは不可視だって言われてたんですよ。誰も信じてくれなくて。うん。でも、ようやくその結果が出たんで、こうやったら稼げるよとか、こういうのが、まあ、成功の秘訣なんだよ、みたいな。成功って言ってもまあ、稼ぎ始めたから、まだまだ増えていくとは思うんだけど、ある程度語れる立場になってきたなって思ってますね。なんかこう、成功体験が成功を加速させるっていうのは、僕はそういうもんだと思ってるんで、自信につながったりするでしょ。結果を出す人間っていうのは結果が出やすいんですよ。次の結果を出しやすい。それはまあ、経済理論とかで、レバレッジとか言うんだけど、テコの原理ね。複利の法則なんだけど、乗数ってわかる？わかるよね。まあ。増数の方が数字の伸びが高いっていう。はい、玉ちびいらっしゃい。ひろけんいらっしゃい。相変わらず落ち着くいい配信だな。若つ。おー、ありがとう。うん、いいね。うん、はい、ワードツーいらっしゃい。まあ、これは、実を言うと、配信じゃなくても、何でもいいんですよ。今の時代ってどういう時代が来たかっていうとさ、終身雇用制度も崩壊して、で、超格差社会が始まってるわけじゃん。もうすぐ格差社会が来るよっていう話じゃなくて、もう来てるんだよね。実際に。だから、極端な貧乏人と極端な金持ちしかいなくなったわけじゃん。で、じゃあ、俺らはどうやって幸せになったらいいのかっていう話になると思うんだよ。うん。あ、ワド2っていうのはね、ワドを枠取りお疲れ様ですの略ですね。はい。うん。みんなね、ワド2っていうね、うん、なんか知らないけど、勝手に自然発生したんですよ。なんて言えばいいのかな。マスメディアとかの話になってくんだけど、テレビがなんで強かったのか、新聞がなんで強かったのか。で、その最強だったメディア論を語っていいですか？メディア論とか興味ある？みんな。なんかみんなが興味ある話題をしようと思ってるんだけど、どんな話が聞きたいのかさ、最近ちょっとつかみづらくなってるから、久々にまあ持論でも展開しようかななんて思ってるんだけど、これは俺の論じゃなくてメディア論っていう、なんて言えばいいのかな、広告業界とかに入る人が、まあ、基礎中の基礎で教わる理論があるんだけど、そんな話でいい？もともとマスメディアはわかると思うんだけど、一番最初にできたマスメディアっていうのは、まあ、紙媒体なんですよ。工業革命。はい、千代いらっしゃい。工業革命で、活版印刷っていうんだっけ、突破印刷っていうんだっけ、わかんないけど、印刷が簡単になったわけだ。で、要は一部の人たちが、情報を握ってたんだけど、一般市民、文字が読める人であれば、誰でも情報を手に入れられるようになったわけよ。
で、まあ、今は情報社会じゃん？だから、何でも答えが出てくる時代だけど、大昔のこと考えてもらったらわかるんだけど、知識を保有してる人と、知識を保有してない人じゃ、ビジネスって全然変わるじゃん。うん。だし、権力も握れるでしょ。簡単に言うと予言ができるようになるわけだ。だからね、ちょっと話それるんだけど、文明、いろんな文明っていうのがあったんだけど、文明ができた時に、あ、これは文明だねって確定するって言われてる。二つの証拠があるって言われてんの。それが、一つは、まずね、面白いんだけど、暦って言われてんだよ。うん。暦。で、もう一つは、天文台があるかどうか。いや、天体観測をやってたかどうか。この二つが結構重要だっていうふうに言われてんの。で、なんで古代の人たちはカレンダーと、天文台っていうのを、まあ、これ二つリンクしてるよね。では、天文学を理解すると、地球っていうのは365日なんだっていうことがわかるわけだ。で、日本に至っては、季節がわかるようになるわけ。でも、季節っていう概念がない人からしたら、はい、ネットの王子様いらっしゃい。季節っていう概念がない人たちからすると、いつの時期に何の作物を植えるとかがわかんないのよ。雨季がいつ来るかわからないのよ。でも、その超頭いいね、天文台とかね、天文学とか理解してる、暦っていう概念を理解してる人たちからすると、それを理解してない人たちに予言ができるんだよ。この時期に雨が降るぞ。この時期に洪水が起こるかもしれない。この時期には何々を植えると作物が実るであろう。そうね、これ情報なんだよ。だから情報を握るっていうことがいかに大事かっていうことがこれでもうわかるでしょ。簡単な例で言うと、ラスティいらっしゃい、アドツ。まあまあ、これがその情報を握ってると、まあビジネスだったり権力が生まれるっていう知のツールなわけだ。で、この情報ビジネスっていうもんさ、四つのマスメディアっていうのがあるわけだ。で、この四つのマスメディアってなんだかわかる？みんな。四マスって言われてんだけど。四マスを理解できる人いる？この中に。書いてみて、四つのマスメディア。生中さんいらっしゃい。どうも。初見さんかな？面白かったら、楽しんで、言ってくださいね。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。四つのマスメディア、誰かわかる人いる？この中に。もし、わかる人いたら、書いてみて。四マス。わかるかな？なんだと、わかります？四つのマスメディア。まあ一つ目は、一番最初に生まれたマスメディアって言われるのは新聞。はい、イブいらっしゃい。一つ目が新聞です。ハートありがとう。一つ目が新聞。で、二つ目に出来上がったのは何かっていうと、はい、二つ目なんだと思います？新聞の次に出てきたメディア。はい、タコさんいらっしゃい。ね、四マスのマスはマスコミのマスだから、うん。その四つのマスコミのことを、四つのマスコミの種類を言うってことね。新聞、ラジオ、テレビ、雑誌。順番が違いますけど、正解です。うん。まずは新聞ができました。その次にできたのが雑誌なんですよ。実は新聞の進化系なのね。概念が変わったんだよ、ここで。で、まあ、その次にできたのが、ラジオ。うん。その次にできたのが、テレビなの。で、まずこの歴史っていうのを知らないといけないんだよね。うん。あ、タコ、ハートありがとう。うん。この4つの概念っていうのを知らないとダメだと。で、まず、新聞っていうのが、すごい巨大な権力を持ってたのはわかるでしょ。うん。要は、その印刷っていう、ね、工業革命で印刷っていうのが可能だったと。で、地をばらまくことができると。だから、稼ぎたいとか、権力を握りたいっていう風になってたら、新聞を読まなきゃいけなかったわけだ。だから、おじいちゃんの世代とか、俺らが子供の頃おじいちゃんって、頭良くなりたかったら新聞読みなさいって言われなかった。言われた記憶あるでしょ。だから、今多分80歳、90歳とか、80、90ぐらいの年代の人っていうのは、新聞を読むイコール頭がいいことなんだよ。最先端の情報を手に入れることなの。だから古い考え方なんだけどね。でもそういう記憶あるでしょ。子供の頃新聞読めみたいな。ちょっと前の日本で新聞って言ってたでしょ。で、雑誌っていうのは1週間に1回とか1ヶ月に1回なんだけど、新聞で速報で流した情報っていうのを掘り下げる役割があるの。まあ書籍とかそうなんだけど。
要はジャーナリズムっていう概念がここで出来上がってくるわけだ。新聞と雑誌で。掘り下げて、要はまとめサイトみたいな感じなの。わかる？新聞よりもスピード感はないんだけれども、速報感はないんだけれども、より真実に近づいていこうっていう作業が入ったの。で、しかも、そのコンテンツ、要は、まあ事件だったら事件、都市伝説だったら都市伝説、経済だったら経済って、もうジャンルごとに分かれていく。新聞っていうのはジャンルないでしょ。ニュースだけをまとめるサイト、どんどん スピーディーにやっていくと。で、今度生まれたのがラジオですよ。ラジオ。だからよく、その、第二次世界大戦の時とか、ラジオが戦略戦になってたでしょ？天皇陛下のさ、玉音放送だってさ、ラジオでやってたわけだ。そうだよね。だから、ラジオっていうのがそれを上位概念だったの。これ、何がすごいかっていうと、新聞よりも早く、音声っていう情報量の高いもの。しかも文字が読めなくても聞き取れるっていうことで、新聞とラジオを包括する概念が出る。要は、上の上位概念が出てきたの。要は、時間軸は縛られてしまうんだけれども、よりリアルタイムで、ね、文字が読めなくても届けられる。うん。っていう、その分かりやすいツール。要は、文字を読むっていうのは物理的に拘束が生まれるんだけど、作業をしながらで、聞くっていうのは作業をしながらできるわけだから、ラジオっていうのがどんどん普及していくわけ。で、まあ、テレビは言うまでもないよね。ラジオの上位概念が生まれたの、さらに。映像がついたの、音プラス。だから、その、新聞社が一番力持ってて、雑誌って出版社を作って、で、新聞社の親会社が、子会社が、なんつうの？雑誌会社であったりとか、テレビ局であったりとか、どんどん買い占めていったのよ。これはわかる。だから新聞社っていうのがすごい強かったっていう。これが4つのマスメディアって言われてたんだけど、まあこれがね、すごい面白いところっていうのは、新しく出たメディアっていうのは、それより古いメディアよりも上位概念なんですよ。でしょ？上位概念。要は、テレビにできて、新聞にできないことはいっぱいあるんだけど、新聞にできて、テレビにできないことはないんですよ。言ってる意味わかる？どん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 情報量が多くなってるの。で、まあ、インターネットっていうのがね、5マスって言われてる、5番目のマスメディアって言われてるの。それが革命的なんだけど、テレビ、要は4マスの時代と、ほら、映像がつきましたとか、音声がつきましたとか、スピーディーになりましたとか、情報量が増えましたとか、進化が行われてるんだけど、インターネットってさ、テレビと勘違いしてる人いっぱいいるのよ。こうやって生放送で見れてるから、何？テレビに近いツールだと思ってる人もいっぱいいるでしょ。インターネットって何が革命的だったか分かる人います？みんなでちょっと考えてみましょう。4マスの時代からなんでこの4マスはインターネットを潰そうとしたのか。なんでインターネット怖がったのかっていう。なんで参入しなかったのか。なぜ敵対しなかったのかっていう理由。アイブルさんお疲れ様です。分かる人いる？この4マスを超えたインターネットっていう5マス目のメディアがあるんだけど、何を包括してるのか。テレビが最上位概念だったんだけど、インターネットっていうのが、その、何が変わったのかって分かる人いるかな？ちょっと考えてみて。花火プレゼントありがとうございます。ブルさんいつもありがとう。今日一発目の花火です。ありがとうございます。双方向性、正解ですね。その通りです。要は、テレビとか、ラジオって言われてるもの、さすがですね、ブルさん、ほんと、早いですね。配信者と受信者が相互にやりとり可能。そうです、プーチンさん、その通り、双方向性です。素晴らしい。はい、この二人にパチパチ。ブルさんとプーチンさん、正解です。すごいスピーディーでしたね。これが圧倒的に変わったことです。双方向性です。ハツクさんは脱、ピンポンさんいらっしゃい。今いくらなんだ？表示の通りですね。目標まで25万円です。そう。今まではアウトプットする出版社であったりテレビ局であったりが一方的に取材して視聴者に届けるっていうツールだったのが、インターネットの最も怖いところっていうのが、各個人個人がインプットアウトプットをリアルタイムで同時に行えるんですよ。だからニコ生で例えると分かりやすいんだけど、これ画面だけだったらテレビと一緒なの。仕組み的に言ったら個人テレビみたいなもんなの。
だけど何がすごいかっていうと、俺らアウトプットしてんのわかる？コメント打つってアウトプットで、コメントをインプットして、俺が情報をアウトプットしてっていう、相互にやり合ってるでしょ。だから何が怖いかっていうと、アウトプットをするのが権力だった。知の独占ができたんだけど、インターネットそれをぶっ壊しちゃったんだよ。やばいでしょ。これがまず元になっている、そのここ20年ぐらいで行われた革命なの。うん。はい、メロンいらっしゃい。すごいでしょ。うん。で、じゃあ、そういう時代になった時に、どうやって生き抜いたらいいですかっていうのを自分なりに、こっから先がオリジナルの理論なの。コンテンツホルダー理論っていう。どんな人でも、まあ、格差社会が始まったわけだ。勝ち組、負け組っていう話を一番最初にしたんだけど、負け組の人でも勝てるんだよっていう話をしようと思ったの。まあ、そんな感じだけど、あんまりコメントが来ないんで、この話やめます。お疲れ。まあまあ、今日は4マスぐらいにしときましょう。あとはダラダラ喋りましょう。いやー、疲れたよ。やっと土日休みだね。え？玉袋がかゆいの？うん、好きなだけ書けばいいよ。好きなだけ。好きなだけ書いてください。全然止めないよ、俺は。好きなだけ書いて。ヨーロッパではスマホのみでロケをやるテレビ局もありますもんね。へえ、そうなんだ。すごいね。個人で発信可能が見えますよね。俺もね、だからね、スマートフォン、インターネットが本当に普及したのって俺スマホあたりからだと思ってるね。実はガラケーの頃ってインターネットっていう概念がまだなかった。だからパソコン使う人がオタクって感じだったけど、スマートフォンが普及して、iPhone だよね、ソフトバンクの。日本で言ったらそのタイミングが一番そのインターネットっていうものがもう当たり前のツール、テレビとか電話みたいなツールになったのはこの瞬間からだと思ってる。新しいフォロワーさん紹介しまーす。新しいフォロワーさん、葵さん、てるみさん、ともさん、ディープインパクトさん、フォローありがとう。寒くないね。今日東京あったかい。自己発信だね。ワード頑張って。あ、青じいだ。いらっしゃい。どうもどうも。青じいいらっしゃい。楽しんでて。うん。まあ自己発信、そう。なんていうのかな。ぶっちゃけた話、これが一番怖いところっていうのが、昔っていうのは、とんでもないコンテンツを持ってる人。要は、例えばギターがプロフェッショナル並みに上手いとか、例えばみんなが知らない情報を自分で握ってるって言ったら、それだけで儲かったのよ。コンテンツ。出版社とかに売り込んでいったらね。だけど、今っていうのは、バズマーケティングっていうの、バズっていうのは拡散とかそういう意味なんだけど、コンテンツを持ってたら一瞬で共有が始まるの。全人類に、多分ね、昔だったら、その、一週間ぐらい引っ張れたんだよ。だからテレビのタイムスケジュールって一週間に一番組だったと俺は勝手に思ってるんだけど、要は一週間その話題に引っ張れたんだよ。うん。だけど、今の時代っていうのは、もう次の日には飽きられてるの。3日後にはもうその話してたら古いって言われる時代になっちゃったのよ。板町 B バーガーありがとう。タブレットの普及率が足踏みしてるよね。タブレットは俺は普及はあんまりするとは思ってなかった。なんでかっていうと、スマホの方が便利だから。うん。はい、こんばんは、ハートありがとう。たくみさんいらっしゃい、ワード2。いつもありがとう、たくみさん。うん。タブレットはね、もうちょっと進化が必要かなと思ってる。本当になんか丸めて紙媒体みたいな、ペラペラの状態、クリアファイルみたいになんないと多分普及しないと思うね、まだまだ。スマホで情報取れるし、パソコンでしょ？その中間の存在だから。なんか、そう、タブレットじゃないとできないことってないんだよ。だから、それが包括してないってさっきの話に繋がるんだけど、スマホはスマホじゃないとできないことってあるの。それは携帯性なの。利便性。で、パソコンは、まあ、それの上位概念だけど、場所が取ると。で、タブレットって中途半端なんだよ。携帯もできてパソコン並みの能力があるって言うけど、いや、だったら家帰ればいいし、そう、出先だったらスマホ見ればいいじゃんっていう。だから電車の中とかであのでっかいもん取り出すのがめんどくさいんだよ。簡単に言うと。だから、どちらかっていうと、そんなに普及するツールではないっていうのが俺の読みだったね。だから Kindle とかが参入していったけど、なんていうのかな。ちょっと方向性間違えてるなと思ったね。Kindle とかだったらわかるのよ。本好きな人だったらいいんだけど、
それの上位概念でインターネット見れますよって。いやいやいや、そこ違うでしょって。Kindle の売りはあくまで1万円以下で、ここに本を詰め込めるっていうのが革命だったわけだから。うん、で、ね、俺がね、新しくね、来るんじゃないかなって思ってんのは、やっぱ、グラス系だよね。VR とか言われてるジャンル。うん。あれはね、結構、いい線行くんじゃないかなと思ってるね。Google グラスに、だからすごい期待してたんだけどね。うん、でも撤退しちゃったよね、うん、ハチハートプレゼントありがとう、うん、新しいフォロワーさん紹介します。クラインさんフォローありがとう。簡単に言うとね、フォローしてもらう概念になってきたんだよ。知識を共有するんじゃなくて、いかにフォローしてもらうかの時代に入ってきた。うん。フォロワーが多ければ、どんなことでもできる時代なんだよ、今。うん。で、フォロワーを増やすにはどうしたらいいかっていう話になってきたんだと思う。本当に。結局ね、人類70億人いるわけだ。70億人いたら、自分のこと好きな人、好きって言ってくれる人、確実に多分100万人ぐらいいるから。全世界に自分の情報を発信することができたら、好きっていう人絶対100万人ぐらいいると思うよ、俺。うん。70億、100万人だから、7000人に1人ぐらい自分のこと好きっていう人いるでしょ？絶対。いるでしょ？だから、そういう時代がインターネットができちゃったんだよ。まあ、70億人全員携帯いじってるわけじゃないけど、うん。極端な例だけど、まあ、50億人でもね、5000人に1人は自分のこと好きって言ってくれそうな人いるでしょ。うん。だから、いかに、まあ、俺はリーチとか言うんだけど、いかに届けるかなんだよ、情報。うん。で、コミュニティがインターネットの中にどん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 出来上がってくるんだと思う。要はね、昔って、テレビ局の中からしか好きなものを選べない。選挙するときも好きな党、今あるなんか5個ぐらいの党とか3つぐらいの党から選ばないといけないっていうのがあれじゃん。だけどインターネットっていうのは全人類がアウトプットになっちゃったわけだから、70億人の中から好きな人を選べる時代になったの。でしょ？すごいでしょ？だから、自分の好きな人と好きな人、本当は運命的に距離感がありすぎて結びつかなかった人が結びつく時代になっちゃったのよ。要は似た者同士がくっつく時代になったの。で、そこに必要なのはオピニオンリーダーであったりとか、イノベーターって言われてる人たちで、要は組織を引っ張っていったりとか、コミュニティを引っ張っていく存在みたいなのが必要になった。だからまさに今インターネットっていうのは激アツで、国を作ろうとしてんだよ。仮想現実に。要は自分が住んでる国とかアイデンティティとかを超えていって、性別、年齢も。そんなこと普通ありえなかったことなの。だって、年齢を超えてつるむっていうことってなかなかないぜ。職場とか学校とかの結びつきが無理やり作ってただけで、それを取っ払うと、もう自分の気の合うフィーリングだけで、人が繋がる時代になったんだよ。それってめちゃめちゃすごいことだと思う。人種の壁とか、要は思想のみで繋がるんだよ。心って言ってもいいしね。これはすごいことだよね。だからこのツールを使わない手はないと思うよ。現代に生まれたんだったら、うん。これはすごいビジネスチャンスだとも思ってるし、本当に画期的なツールだと思ってるから、だから俺はネットで自分を商品にして、商品って言い方は変かもしれないけど、自分自身を、自分っていう存在だけを売ろうって決めたんだよね。逆に、Facebook なんてある意味国家だから、そうだから、私は Twitter 民、私は Facebook 民、私は Google プラス民、私はニコ生民、私は YouTube 民っていう言葉が分けてるでしょ。あれはどの国家に所属するのかっていう話に似てると思う。要は運営サイトがあって、そこが法律を作ってるんだよ。で、治安の良さ。だからニコ生とか治安悪い。ニチャンは治安悪い。でも自由ですよとか。規制は厳しいけれども、Facebook、上質な人たちと、要は礼儀正しくお付き合いができますよとか。うん。Twitter は言論の自由は、保証されてますと。好きなことを言っていいですと。で、エロも寛容ですみたいな。うん。だけど、ある程度担保してますみたいな、非匿名性を、みたいな。だから国家だよね、これ完全に。
そうだね。発信しないと永遠につながらない。ただリスクも多いからね。あのね、よくね、インターネットでリスク、リスクって言ってるけど、これはね、俺ね、間違いだと思ってるんですよ、青じいさん。よく、インターネットで顔出しするとリスクがあるみたいなこと言ってた人がいるじゃん。インターネットで何かを、例えば、昔で言ったらさ、LINE は情報抜かれてるから、LINE は俺やらないって言ってる人もいっぱいいたじゃん。これね、実はね、リスク、これ、イノベーター理論でラガードっていう存在なんだけど、頭の固い人って呼ばれてる人なんだけど、あのね、何もしないことが一番のリスクなんですよ。現代社会でリスクあることなんかほとんどないんですよ。普通に生きてるだけでリスクなんだから。で、何もしないことっていうのは置いてけぼりになるから、実は一番のリスクなの。だから、リスクを語る人って何もやらない人が多いの。でしょ?実は賢い、自分が賢いと思っててリスクヘッジしてるように見えてるけど何もやってないだけだから。何もやってないことに言い訳してるよだけなの。で、なんていうのかな。確かに、その、黎明期の頃とか立ち上げの時期っていうのはリスクはあるの。要は、想像したことのない災難みたいなものに出会うからなんですよ、それは。だから、要は、怪我する可能性がある。ただ、インターネット配信の歴史が始まってもう7年とか経ってるわけ。だから最初の3年とかでは警察沙汰になったりとかいろんな事件とかもあった。だけれどもだんだんルールが厳格化していって7年経ってやっと初めてツイキャスがぶっ壊したんだよ。それは何かっていうと、もうリスナーと配信者の概念を取っ払ったの。みんな配信者、みんなリスナー。ただ多い少ないっていう概念がまだ残ってるの。これからこれも変わっていくと思います。今だから配信で顔出してる女子高生にお前リスクだよって言っても笑われるでしょ。女子高生に聞いてくださいよ、青じいさん。お前、こんなお前若い女の子が、って。何言ってんすかってなるよ、多分。うん。でしょ?そう。要は、まあ、ね、それこそ今、青じいなんか配信やってるわけだから、逆に攻めてる方じゃないですか。アウトプットしてるメリットっていうのを感じてるはずなんですよ。だから、本当は、リスクっていうのは何もやらないことが一番のリスク。うん。例えば、よく、その、貯金の話をするんだけど、これね、貯金しなさい、貯金しなさいっていう人によく言うんだけど、50年後とか100年後の貨幣価値って考えたことあるって。昔何銭っていう単位があったでしょって。100円札が1万円ぐらいの価値があったでしょって。全部の国そうなんだけど、貨幣価値って必ず、どん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 インフラが起こっていって、貨幣価値って必ず下がってきてるんですよ。これ人類の歴史なの。だから貯金して何も動かさないで死に金を作るっていうのは、100万円分貯金したら、俺らが死ぬ頃まで貯めたお金っていうのは50万になる可能性があると。ただ単純に寝かせてるだけで半分になる可能性がある時代なの。時代っていうかもうこれは真理なの。でしょ?人口が増えてくんだからさ、お札の量が増えてくんだから、貨幣価値は下がっていくんだよ。つまり半分買えなくなるの。だから、貯金するっていうことは実は偉いことでも何でもないよ。しかも、ね、本当はやりたいことあって我慢して我慢して我慢して半分になるんだから、俺からしたらすげえなって。ド M だなって思うのよ。ね、好きな人と美味しいご飯食べようとか、家を買おうとか、車買おうってできたのに、寝かして我慢だ我慢だ我慢だ、うん我慢した、俺は偉い、半分になっちゃった、つって死んじゃうんだよ。すごくない?だから正しいことを教えないとダメだよね。貯金することよりも投資は重要だよって。リスクがあるけれども、減るリスクがあるけれども、実は投資でいかないと金持ちにはなれないんですよ。自分の生活の水準を上げていくことっていうのはできないんですよ。と、俺は思います。この20年でも貨幣価値は変わってるもんな。まあ、でも、すごいなって思うのが、貨幣価値は大きく変わらないと思ってる。これ、また持論になるんですけど、多分ね、みんなね、ワドすげえっていう話していい。これは俺の持論なの。経済学者も何も言ってないんだけど、もう自分で考えて、編み出した理論なんだけど、実はグローバルに見ると格差は起こってないですよ。日本国内とかアメリカ国内では格差が広がってんの。格差が広がってんの先進国だけなの。ね。でも世界中っていう単位で見ると、フィリピンとか中国の人たちの賃金はどんどん上がってってんの。わかる?日本人のバカ。日本人ってだけで昔は1000万給料取れたんだけど、どん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 バカの金額は、何もしないやつとかバカの金額は下がっていってんの。要は、中国っていう風に生まれただけ、ベトナムっていう風に生まれただけ、フィリピンって生まれただけで優秀な人っていっぱいいるわけじゃん。日本人はそれを今外国人に引っ張ってきてるわけじゃん。グローバルに見たら、ね、能力の高い人はどんどんお金もらえて、能力の低い人は国籍関係なく下がってるんだよ。わかる?だから世界中で見ると、グローバル化から見ると平均化がされてるの。でしょ?
だから俺らは何をやらないかって言ったら世界と戦わないといけない時代なんだよ。それを教えないと。うん。外国人反対なんて言ってる場合じゃないよ。外国人反対なんかじゃないよ。絶対それ避けられないんだから。でしょ？うん。だから賃金安い方で、みんなが経営者だったら賃金安い方使うじゃん。ねえ。時給1000円払って怠けてる日本人とさ、時給700円でさ、超頑張ってる。言葉は不自由かもしんないけど、ガッツがあってやる気があって超頑張る中国人、どっち雇う？絶対中国人雇うんだから。だからもうこれは避けられないことなのよ。経済学上。うん。母数を変えると統計上のデータ変わるのと、そうそうそう、平均化が進んでるだけ。マクロで見たらそうな、ミクロで見て、日本っていうミクロで見たらそうなっちゃうだけなんだよ。ネットは国境の壁を越えたのよね。ただね、言語の壁はまだ越えてないから、俺は Google が仕掛けてる翻訳機能、まあ、YouTube やってるからわかるんだけど、まず、YouTube に動画アップするじゃん。俺のこの音声を。そしたらまず、勝手に俺の日本語の言葉を読み取って、ここに字幕が出るんですよ。ここに俺が喋ってる、ここに俺が喋っているって字幕が出んの。で、その、変換率っていうのが確かね、67% なの。要は合ってるか間違ってるか。要は、なんかぐちゃぐちゃに変換されちゃったりするんだけど、だいたい6割ぐらい合うようにできてんの。4割から6割。で、さらにそれを勝手に翻訳もできるわけだ。Google って Google 翻訳っていうのがあるから。だから言語の壁を Google がぶっ壊す可能性があるの。英語を覚えるっていうのが価値がなくなるんだよ。俺が喋ってる間にリアルタイムでここに英語が出る時代が来るんだよ。もう10年、20年先に。だからこそコンテンツを持ってなさいって言ってんの。英語が話せるとか、頭がいいとかじゃないんだよ。これから勝つやつっていうのは頭がいい時代じゃないの。うん。いかにフォローされるかなんだよ。その人しか持ってない情報を握ってるかなんだよ。いかに愛されるかなんだよ。これが俺のコンテンツホルダー理論。繋がってきたね、だんだんね。だから俺は英語別に学ばないっつってんの。俺が年寄りになった時はもう翻訳こんにゃくができてるから、確実に。英語圏は弁護士とか会計士とかの、資業も東南アジアにアウトソースされてる。あ、そうなんだ。すごいね。うん。でもまあ会計ソフトが使えればいいだけじゃん。昔はさ、専門的な知識が必要だったんだけどさ、今ってぶっちゃけた話ソフトウェア入力するだけじゃん。でもカチッと押したら多分ね、設定してるだけでバーって出てくるんだろうね。そしたら書類送ればいいだけだからね。まあ今 E メールで送ればいいんだもんね、 PDF をね。それはアウトソーシングするわな。うん、まあでもビジネスではないよね。うん、要は遊びながら遊びを仕事に変えることができるんだよっていう。だからね、もう仕事、要はね、人類ってね、もうね、要は仕事を克服したんだよ。仕事って何なのかっていうとさ、昔は食べ物を、もう飢餓との戦いなわけよ。生物学的に言うと。常に食べ物、飲み物なんだよ。でしょ？猿とか動物ってそうでしょ？で、農耕革命、農業革命でそれを変えたわけだ。で、今度、産業革命っていうのが行われて、要は機械。要は、人間の仕事を機械がやってくれるようになったわけだ。すごいよね。で、今度第3の革命と言われる情報革命ってなった。もう仕事いらないんだよ、本当は。うん、ロボットができちゃうんだよ。仕事を克服したっていうのは今話した通りですね。だから、いかに、要はね、先進国だけなんだけど、先進国の、要は中流以上の階級っていうのは貴族みたいになってんの。うん。で、それ以下の人は世界中の奴隷になっちゃってるの。だからナマポが増えてるんだよ。だからベーシックインカムが必要だっていう理論が出てきてるんだよね。もう働かなくていいんだよ、ぶっちゃけた話。いかに人生暇つぶすかっていう話になってきてるの。これ怒る人もいるけど、そうなってるんだよ、実際。Google Play のストアも翻訳も精度高くなってきてる。徐々に高くなってきてるよね、翻訳は。俺はそう思うけどな。だって、インターネットでこうやってやるっていうのは、ぶっちゃけた話、娯楽なんだよ。見てる方も、やってる方も。これで、ビジネスが成立してるっていうか、お金が発生しちゃってる時点で結構異常事態だと思うよ。一昔前、本当に30年ぐらい前からしたら結構異常なことだと思うよ。だってさ、ぶっちゃけた話さ、芸人さんとかプロフェッショナルとしての意識持ってるじゃん。トークスキル持ってるじゃん。だけど俺芸人じゃ絶対通用しないし、テレビじゃ絶対通用しなくない？俺の喋り。そんなイケメンでもないし、俳優もできないと思うの。だけど、まあ、もっと、ね、そういう人たちいっぱいいるじゃん。稲子とかさ。社会で働けるっつったら、俺働けないと思ってんの。よっさんも働けないと思ってんのよ。クズじゃん。
クズが、だって人生変わっちゃうんだもん。遊んでるだけで金生まれちゃうんだもん。超怖いと思うよ。まあそれだけ世界が豊かになったことだと思ってるんだけど。これはディスってるとかじゃなくて、そういうもんなんだよ。要は、働くっていうことが趣味になってきてるんだよ、だんだん。その、働いてるかっこいい俺みたいな、稼いでる俺、結婚しないみたいな。要は、その、ステータスの一部になってる。だけど、最近の若い子とかさ、見てればわかると思うんだけど、もう俺もそっち側の意見、結構寄ってるけれども、それがかっこいいと思われなくなってくるよ、だんだん。遊んで稼いでるやつが一番かっこいいっていう時代になってきてるよ。子供の憧れになってきてると思う。稼げないやつは不景気とか言い訳にならないよね。あのね、稼げないのはね、不景気だからじゃないんだよ。実はさっきも言ったけど、格差社会が始まったっていうのは日本の中で、何が始まったかっていうと、稼げるやつは超稼げるようになっただけなんだよ。要は能力のない人が稼げなくなっただけなの。うん。昔は大きい会社に入ったとかさ、いい学校を卒業したとかで保証されてたわけじゃん。一回いい会社入ったら遊んでても別にもう一生保証されてたわけよ。でしょ？だけど、要は、もうそういうサボってるやつっていうのはどんどん首切るよって。だったら外国人、やる気のある外国人使うよっていう話になってきてるわけじゃん。賃金安い方を。そう。だから日本人でもそういうのを、じゃあ俺使う側に回るわって言ったら稼いでるじゃん、みんな。うん。言われてみれば俺の仕事楽だ。楽、日本人の楽っていうのはさ、要は、なんつうんだろう。忙しくないみたいな意味で楽っていうのを使ってるけど、楽しいではないよね。要は何もやらなくても金入ってくるのが楽だ、楽っていう言葉使っちゃってるから、なんかね、ちょっと概念が違うと思ってるんだけど、楽で稼げるっていうのは、喜びとは違うと思ってんの。プラマイゼロみたいな感じだと思ってんの。これからはね、楽しいこともやってお金も入っちゃうっていうのがかっこいい時代になると思う。うん。理想の生き方。で、昔は、そういう人ができる人っていうのは、1億円とか稼ぐか、もう一生貧乏かっていう選択をしないといけなかったんだけど、実は、アルバイトしながら、放送毎日8時間で、まあ4時間とかできるわけじゃん。それで一発当たる可能性があるんだよ。例えばミュージシャンだったらさ、YouTube にギター弾いてる動画上げればいいわけじゃん。作詞家だったらブログ書けばいいわけじゃん。いろんな表現の場所が無料で提供されてるわけだから、本当にほとばしる才能があったらいくらでも出世できる時代なんだよ今。うん。で、何がすごいっていうのが、今までっていうのはマージン取られてたわけ。要はプロモーション会社とかプロダクションとかそういうのがあって、要はプロを育ててるとかプロを売り出してる会社っていうのが中間にあったんだけど、それがいらないんだよ。ダイレクトなんだよ。だから利率がいいの。だから極端な話を言うと、フォロワーが少なくても食っていけるんだよ。うん。だからセミプロみたいな人がいっぱい増えると思うよ。うん。楽しくはないだろうね。うん。だから、俺は一番悪いことっていうのは、楽しくなくて稼げてないっていうのが最悪だと思ってんの。もうこれ奴隷じゃん。楽しくなくて稼げてない。もう最悪。もう鬱になるレベル。で、一番かっこいいのは楽しくて稼げてる。もうこれ最高。これはもう一緒だと思うんだけど、この真ん中の二つをどう選ぶかな。楽しくて稼げてないか。稼げてるけど楽しくない。で、俺は何を選んだかっていうと、楽しくて稼げる可能性がある方。つまり、楽しくて稼げないことをやってたの。だから人に叩かれたの。なんでかっていうと、多くの人は稼げるけど楽しくないことを選んでるのよ。でしょ？稼げるけど辛いことをやってる人からしたらバカみたいなんだけど、ね、稼げるけど楽しくないことって、稼げなくて楽しくないことに落ちる可能性はあるの。でもそっから先に上に行かないんだよ。楽しくて稼げないことっていうのは、楽しくて稼げることに進化する可能性があるの。これを理解できるかどうかなんだよ。これが投資なんだよ。ハートプレゼントありがとう、イレブンさん。和道さんの放送を見てたら夢広がる。あ、これ現実だよ。俺は夢を語ってるんじゃなくて現実を語ってるんだよ。うん。現実、現実。何でもできるんだよ。うん。例えばさ、超絵が上手い人よりも、ね。あんまり絵上手くないんだけど、可愛いなとか、なんか下水なっていう絵が売れる時代なのよ。素人が描いた落書きが売れる時代なの。うん。そう。
例えば変な話なんだけど、あのコラボしたことがある生主のエミさんっていう人、あの10万部の本ベストセラー作家になったよね。このご時世で10万部売れるって相当やばいことだと思うんだよね。だけど、まあ、あの話のストーリー構成はプロだと思ってんの俺は。あの地球の中の人だって、ああいうなんか発想力とか企画力とかプロだと思うんだけど、絵見たら漫画になってないじゃん。4コマ漫画っていう風に売り出してるけど、絵はクソ下手だと思うの。うん。で、下手だからいいんだよ。うん。そういう時代なの。絵が上手くて、ストーリーも上手くて、セリフも良くて、キャラもかっこよくて、必殺技も出せて、キャラの半券とかも、要はグッズ展開もできるっていうのしか売れなかった時代なのに、要は売れちゃうんだよ。素人の一発が。飛び抜けた企画力とか、発想力とかで。これなんで売れるかって言ったら、もともとニコ生で作った母体があるから。3万人ぐらいのフォロワーがいるから、エミさんが新しく本出すよって言って、素人かもしれないけれども、3万人が宣伝してくれるんだよ。それ売れるじゃん。でしょ？そういう時代なんだよ。はい、ワド2、エリちゃんいらっしゃい。ハートプレゼントありがとう。面白いでしょ？うん。だから、俺が、まあ、ノンタンによく言ってるんだけど、ノンタンって、君は才能の塊なんだよって。人よりも絵が上手いっていうね、絵が下手でも売れる時代なのに、絵が上手いっていうのはさらに売れる可能性があるんだと。ノンタンの絵俺大好きだから、絵を描いてくれと。で、俺インターネットにあげるよって言ってるの。今の時代に生まれてインプットだけしてる人はもったいないんだよ。アウトプットしないと人生変わるよ。うん。もっと世界に本当はさ、昔だったらテレビとかに気に入られないと、新聞の記者にと気に入られないと、世界中にメッセージ届けられなかったんだよ。大変だったんだよ。でも今世界にメッセージ届けられるんだよ。だから俺はツイッターの設定を非公開にする意味がわかんないの。ツイッターやってて、ツイッターって世界に向けて発信するためにやってんのに、俺びっくりするんだよ。あ、この人どんな人なんだろう、可愛いなっつったら非公開ですみたいな。マジかよみたいな。うん。どうしてみたいな。どういうことみたいな。俺ね、全然非公開設定がね、わかんないんだよね。もっとつぶやいた方がいいよ。世界が変わるぜ。新しいフォロワーさん、ゴンザレス大山之助さんいらっしゃい。ありがとう、フォロー。すまない？こんな時代に生まれてさ、世界中の人が自分のこといいねって言ってくれる可能性あんだぜ。最高だよ。うん。まあ、そこから批判もされるけどね。批判もされるけどね。のののさん、バーガーありがとう。楽しんでってください。バーガーありがとう。うん。面白い時代だよね。うん。あと、さっきも言ったんだけど、今って、何人に一人だっけな ?10 人に一人は年収1000万超えてるんだっけな。だから今、76人いたら7人は年収1000万超えてるわけよ。1000万以上超えてる人ってもうぶっちゃけさ、所得豊かな人じゃん。で、特にその結婚しない人が増えてるから、独身で年収1000万って超勝ち組なんだよ。でしょ？その人たちに自分のやりたいことをこうやって旅したいですって言ったら、いいよ、俺金持ってっからワド可愛いからやるよって小遣いくれるんだぜ。うん。だから自分の夢とかをどん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 言って、誰もが共感してくれるとは限らないじゃん。誰もが見てくれるとは限らないけれども、ね。あの、いっぱい見てもらえるようになって、ね。そんだけ人がいたらさ、誰か一人ぐらいさ、ああ、じゃあ100円ぐらいやるかとか、ああ、じゃあ俺は10円やるよつって、よし、俺は1000円出そうとか、いろんな人がいるから。うん、だから批判もされるかもしれないけど、自分の夢が叶う時代なんだよ。うん。やりたいって言ったら応援してくれる人と批判者が同時に集まる時代の。でもリスクがあるって言っちゃう人っていうのは批判者のことしか見てないのよ。そんなの恐れる時代じゃないんだよ。批判されない人間はいないから。うん。批判されるのを恐れる。だってさ、全人類から好かれた人間なんていないんだよ。うん。でしょ？イエス・キリストですら殺されちゃったんだよ。超アンチがいたわけじゃん。でしょ？だから、批判されない人はいないっていう。うん。批判されるのは当たり前だって。うん。バカプレゼントありがとう。キーワードは両極端。例えるなら、キモカワ、ブサカワ。ああ、面白いね、それはね。確かに確かに。なんだろう、ヤンデレとかね。うん。極端な、ね、ワード出てきてるよね。あれ、矛盾だからね。初見です。よろしくお願いします。あ、ゴンザレスさん、フォローありがとう。楽しんでってください。ワードです。コメントありがとう。うん。すごい時代が来たよね。
俺はこの時代に乗っかろうと思ってるよ。この時代でしかできないことをやりたい。せっかく生まれてきたんだから。リスクか。ワドさん割り切れてるんだろうね。リスク、何もやらないことが俺にとっては一番のリスク。うん。だから、その、例えば配信で顔出しなんて危ないっていう。だから何もやらない方がいいよって。それリスク。うん。無変化。無変化は怖い。うん。そう。何もしないことがリスクなんだよ、本当の。そう。そうじゃなくて、批判と称賛が同時に来るっていうことが有名になったっていう証拠なの、俺にとっては。でしょ？だから、俺はそれをリスクだとは感じない。うん。そう。それはもう、ね、3年半やって分かったことだから。批判者も増えたけど、同時に賛同者も増えてくれたんですよ。称賛してくれる人も増えたんですよ。敵もできたけど仲間もできたんだよね。常に挑戦するワード。そうだね。挑戦とも思わないけど、なんか何もしないことより何かやった方がいいはずなのになっていう。何もしないで成功した人俺見たことないんだよね。ね、何もしない人って失敗してる人なんですよ。何もしなくて成功した人って知り合いにいる？うん。リスク取らないくせに大きなリターンばかり求めるバカ多いよね。そう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 。リスクは絶対つきものだから、当たり前のことだから、なんか偉そうにっていうか頭良さげにドヤ顔でリスクだよねとか言ってるのかっこ悪いっていうか、頭悪いこと自分でね、人にドヤ顔で話してるから超痛いやつだと思ってて。嫌われる。だからリスクヘッジっていうのはあくまでリスクを伴うことを挑戦するときに、もしくは挑戦してるときにリスク減らそうねって話なのよ。何もやってないやつはリスクヘッジとかしなくていいから、発言とかもしなくていいからって思わない。お前にリスクないからっていう、うん、ただ自分のことを守って好きなことを言ってるだけなのよ。それを傍観者っていうのよ。でしょ。うん。だからリスクを語るやつは俺は傍観者で何もやらない人だと思ってるから。リスクと言っても命までは取られない。そうそうそう。だからネガティブな発想いらないのよ、現代社会では。嫌われる勇気を持つってことかな。いや、嫌われる勇気なんて必要ないんだよ。自分がありのままに語ったら、あ、好きだっていう人と嫌いな人がいる。反対もいれば賛成もいる。そうですよね、で終わりじゃん。でしょ？ただそれだけじゃん。例えば、みかん好きな人は手上げ。みかんあんまり好きじゃない人は手下げ。いきます。みんな参加してください。みかんを好きな人は手上げ。みかん嫌いっていうかあんま好きじゃない人手下げ。どうぞ、うん、でしょ。どうぞ、うん、みかん好きな人多いね。みかん好き、みかん好き。みかん嫌いな人いない？みかんの例えが良くなかったかな。みかん好きな人が多い。じゃあ、例えば、まあ、手下げた人がいないから、じゃあ、どうしようかな。アボカドにしようか。あ、いた！コウさん、コウさん、私のこと嫌いなの。私、みかん大好きなのに、ニッコウさんもなんでみかん嫌いっていうのも信じられない。もう、生きていけないってならないでしょ。これ、リスクじゃないでしょ。ならないでしょ。これだったらメンヘラでしょ。おかしいじゃん。俺が言ってんのこういうことなんだよ。みかん好きですか嫌いですかって言った時、好きな人も嫌いな人もいるのは当たり前なのよ。でもこれをなんかなんでってなるんだよ。こうなるんだよ。でね、だから面白いんだよ。別に普通のことなんだよ。うぐぐがからかはよくわかんないけど。ね、だから普通のことだと思ったら全然平気なんだよ。むしろ応援してくれる人が増えたわけじゃん。俺がみかん好きだったらみかん好きな仲間がいっぱいできるわけだから。そう、うん、だけど嫌われる言い方、嫌われない言い方っていうのがあるの。例えばね、これはね、これはトークスキルっていうかトークテクニックなんだけど、うん、別の質問します。フルーツが好きな人手上げ。フルーツが嫌いな人手下げ。はい、みんな参加して。フルーツが好きな人手上げ、フルーツが嫌いな人は手下げでお願いします。これはテクニック。うん、曖昧にするっていうテクニック。さっきより増えるはずだよね、理論的に言ったら。みかんが好きって言ってフルーツが嫌いな人は矛盾するから、降参が上がったでしょ。もっと言おうか、うん、ここでフルーツが嫌いな人は手下がるはずなんだけど、もっと
もっと上位概念を言うね。プーチンさんはフルーツ嫌いね。じゃあプーチンさんを手を挙げさせます。プーチンさんだけに質問です。食べ物好きだったら手を挙げてください。食べ物嫌いだわ、もう二度と食べないわ。っていうか俺何も食べてない。食べ物っていうだけでもヘドが出るっていう場合手を下げてください。プーチンさんどうぞどうぞお願いします。これが生主のテクニックよ。嫌われたり好かれたりをコントロールできるの。ずるいでしょ。これが俺が詐欺師と言われるゆえんですよ。詐欺ではないんだけど、実はリスナーさんの実はコントロール、要は共感感覚って言うんだけど、同意、やっぱ好きなものの共通点を探して、同じものが好きだったらこうなんつうの、フォローしやすいんですよ。人をフォローするっていうのは、あ、俺と似てるわ、俺と考え方は一緒だわ、あ、俺もこれ好きだわっていうところでフォローしてくれるの。要は友達になるって意味なのよ。手を差し伸べてくれるの、シェイクハンドで。でしょ？そう。だからそれには実は言い回しっていうテクニックはある。うん。まあ、そんな感じかな。うん。だからね、簡単。嫌われる生主って極端なことばっかり言ってんの。嫌われてる生主っていうのは極端なことばっかり言ってんの。私これ好き。私これ嫌い。うん。疲れる生主っていうのは、あ、いいよねーって。あ、そうだよね。わかるわかる。あ、俺もそれ好きとか。あ、でもこういうのもあるよね。とか、ずーっと共感ばっかりしてるから。京一郎とかそうでしょ。アンチ作らない人はね、結構こういう性格。アンチ作る人はね、もう持論ばっかり展開してんの。好き嫌い激しいの。マインドコントロールの手口じゃん。まあそうだね。食い物ないと生きていけない。そう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 。要は誰にでも当てはまることを言ってくだけなのよ。うん。内容なんていらないんだ。え？内容なんていらないんだよ。うん。ヒカキンとかそうだよね。ヒカキン TV で俺なんか1点とかマイナス30点とか見たことないんだけど。ヒカキン TV ずっと高得点だからね。全然レビューじゃないでしょあれ、うん。配信者ってみんなそこまで考えて配信してる？いや、してないだろうね。うん。だから確率論なのよ。闇将軍みたいに嫌われ続ける配信者とか、なんつうの？疲れ続ける配信者とか、考えないでやってるからみんな減らるの。要は思ってる結果と、要は得たい成果と、こっちおいで。得たい成果と、ね、想像してる賞賛とかが得られないから減らるんだよ、うん。そう。俺は本当はこうやってみんなに囲われたいのになんで囲ってもらえないんだって考えないんだよ。だからずっと失敗を繰り返すと。俺はどちらかっていうと、こういう風に考えてるのは、まあ俺の気質だと思うよ。うん、俺はほら、うんちくクソ野郎だから。めんどくさいやつだから。まあそれが俺の武器でもあるんだけどね。和道のそのめんどくさい語りが好きだわっていうか。だからね、常にね、自分のことを、どうした？あー、ありがとう。買ってきてくれたの？これ俺飲んでいいの？ありがとう。うん、ストローありがとう。うん。髪ちょっと黒くしたの？うん。うん。金梅さん超頭いいよ。金梅さん超頭いい。おい、ワードは、おい、俺は、キチガイしかしねえから、ビール飲もうぜ、ワード君。いや、まず、キチガイしてえわ。リスナー喜ぶからよ、あいつらよ。俺がキチガイしねえと、あいつら生きていけねえから、って。2時間ぐらい言ってたよ。もう、徹底してるよね。うん。もう、キチガイのことばっかり考えてんの、常に。深夜庁とか見てると、深夜庁はだから、なんだろう、特定の層に受けてるからいいんじゃないの。俺のね、層と、深夜庁の層って全然違うと思うのよ。深夜庁はだから、その、女の子にセグメント絞ってるから、うん。だから、いいんじゃない、うん、俺はほら、どちらかっていうと男女の壁は越えてると思うの。だけど、結構、物吹ける人とか、ラジオ聞く人とか、なんかそういう語りが好きな人だよね。なんか語りを聞きたい人が多いっていう感じ。なんか考える人が多いんだよ。うん。だから考えるイコール悩む人だから、鬱の人も多いの。うん。要は、作家の気質とかアーティストってうつ病を抱えてる人多いでしょ。あれはなんでかっていうと考えるからなんだよ。金梅はリスナーからどう見るのかの職人だね。金梅はね、リスナーさんがどう見えるのか考えてないっすね。うん、そうじゃなくて、祭り事が大好きみたいな感じ。もう逮捕されてもいいの。本当に、俺逮捕されるかもしんねえわ、つって。神回だろうってずっと言ってたよ。
マジで、唾にあんの件で逮捕されるかもしんねえわ、とか言って。全然悔いない感じだった。リスナーのことを考えてるとか見せるとかじゃなくて、沸かせることだけ考えてる。だからすごいんだよ。うん。前付き合ってた人に似てる。あ、そうなの？いらっしゃい。こんばんは、お疲れ様です。たかやんいらっしゃい。楽しんでて。いつもありがとう、たかやん。いや、楽しいよね。いろんな考え方があるよね。でも一番いいのは考えなくてもいいから自分らしく表現しきることが一番大事だと思うよ、うん、だってリスナーさんは喜怒哀楽が見たいんだもん、うん、でしょ。結局喜怒哀楽したいんだよ。泣いたり笑ったりしたいんだよ。怒ったり、そう、画面の向こう側で怒ったり泣いたり感動したりできたら配信者としては一流だよ、うん。だってさ、ホラー映画ってさ、よくよく考えると意味わかんないじゃん。お金払って怖い思いするんだよ。全然さ、整合性はないわけよ。何それってなるじゃん。冷静に考えたら、いや、超怖かった。あの映画見た？貞子 VS プレデター。超怖いの。なんで金払ったの？ってなるじゃん。なんでお前そんな金払ったのってなるじゃん。要はなんでそれを楽しそうに話すかっていうと感情を動かされたからな、うん、ジェットコースターも一緒でしょ。超怖いのって言うけど、なんで乗ったのって話だ。囲いだとかアクティブ気にしてる主に聞かせたいわ。ああ、それはね、まあ最初の頃気にしてたけど、俺全く気にしなくなったね。うん。結局ね、人と比べてるってことなんだよ。これすごい大事なことなんだけど、配信者で数字を気にしなかったら、俺はプライドないやつだと思ってたの。だけど、本当は配信に数字も、プライド持たないといけないの。アクティブとか数字を集めるっていうのは、やっぱ配信者として絶対持っておかないといけないの。だけど、それをリスナーに言うことはダメなのよ。リスナーさんはあくまでリスナーだから配信論なんか聞きたくないの。お前の配信論なんか家で勝手に悩めって話なのよ。で、俺が吹っ切れたっていうのは、まずそれを見せないこと、心に秘めて持ってることっていうのが重要なのね。だから俺自身っていうのは毎日その強度累計何人でリスワンいつ取れそうかとか全部計算はしてる。でも言わないでしょ、みんなに。それはなんでかっていうとプロ意識だよね。配信者としてのプライド。そんなの見せてもリスナーさん楽しめないのよ。でも一番ね、いいのっていうのは数字を普段配信しない時は数字を気にしながら、舞台に立った瞬間、配信が始まった瞬間、来てくれた人をもてなせるかなんだよ。来てくれた人に大爆笑させたりとか、今日の配信良かったわって思ってもらったら広まるっていうことがだんだん分かってくるの。そこに徹するようになれたら一流ですよ。たとえかそってても伸びるだろうね。毎回の30分笑い取ったりとか、ほうほうとかリスナーさんがコメント打ったりとかしたら、のんたんそこにいるよ。面白い配信論なら聞いてもいいな。まあ、とは言ってもね、配信論、今のも配信論なんだけどね。いつも思うけどさ、ワドンさん初見さんにも神対応だよね。それは、なんだろうな。そうしないと生きていけないっていうのが、2、3ヶ月前に分かったんだよね。うん。なんだろう。俺は、キャラクターがいいわけじゃないんだよ。で、面白い顔してるわけでもないし、ぶっちゃけた話、顔普通なんだよ。うん。特徴がないって言ったら方がいいのかな。あんまり神がかった面白い特徴っていうのを持ってないから、じゃあ、そういうやつがどうやって生き残っていくかっつったら、あ、人柄だと思ってるんだよね。顔の形とかは変えられないけど、人の心をもてなす心とか、心は変えられると思ってるから。それで、ファンになってくれたりとか、フォローしてくれるのであれば、それは、俺としては、変えられることは変えていかないといけないと思ってるの。自分の変えられることは変えていかないとさ、俺は先に行けないよね。うん。ますます聞かせたい。声かけさせるとコメント参加したくなるよね。いや、っていうよりも、見ることがまず応援なんですよ。まず見てもらわないと俺なんて存在しないのと一緒なのね。だから、アクティブ1とかで、ね、悲しいじゃん。見てもらってないのと一緒なんだよ、アクティブ0だったら。だから、見てもらったらまず感謝。で、見るだけで面白くなかったらコメントって絶対打たないの。すぐブラウザバックするの、俺わかるんだよ。だからコメント、初見とか、こんにちはとか、ワド2だけでまず、さらに感謝なの。これ応援なの、支援なの、俺にとっては。
コメント打ってくれたっていうのはチャンスをくれたの。で、次のステップっていうのは、この人面白いとか、この人好きだ、この人興味あるわ、フォローしよう。また見るねって約束をしてくれたんだよ、これ。これすごいことで、ね。ただすれ違っていく街の中でどんどん人がすれ違っていくと。ね。その中で、こんにちはって声かけてくれたのが、要はコメント打ってくれたことは向こうからだよ、しかも。ね。その時に俺が、いや、こんにちはじゃねえよ、つったら終わっちゃうんだよ。そうじゃなくて、シェイクハンドして、いや、お前好きだわ、友達になろうぜ、また会おうぜ、って言って。ね。で、そのさらに上の上位概念として、一番リスクがある。リスクがある、そのリスナーさんにとってはリスクあるよ。自分がね、1000円分の美味しい食べ物を食べる。それを和道にあげるよって。アンパンマンみたいになるの、今度。友達を超えると、リスナーさんってアンパンマンになって、ご飯をこう頭もぎって、和道くんにご飯あげるよって言ってアンパンくれるんですよ。だから、そのアンパン全員からもらおうとは思わないけど、ちょこっとちぎってくれとは言うかもしれないけど、俺がひもじい思いしてたらね。俺は、その、なんだろう、みんなの時間の暇つぶしをするとかさ、まあ、なんか、うんちくを語って、ほうほうみたいな、へーボタンを押すことはできるかもしれないよ。だからこれは俺にとってアンパンあげてる行為なのよ、みんなに、一生懸命。それをアンパン出してさ、頭もぎってアンパン出して、いや、いらないって言われたら嫌じゃん。食べてもらいたいじゃん、出してるものは。だから聞いてもらうっていうことは、俺にとってはすごい最大の評価だから。うん。小鳥さん、ありがとう。僕の頭を食べていただきます。特徴は顎、ひげ、どうだろうね。だから実はみんな気づいてないかもしれないけど、あ、ありがとうエリちゃん、ありがとう。お腹いっぱいになっちゃうね。ありがとう。今月も頑張ります。今月の目標25万です。よろしく。よいしょ。風船ありがとう、プーチンさん。ありがとう。よいしょ。ありがとう、風船。うん。なんて言うのかな。うん。ありがとう、風船たくさん。ありがとう。声かけるとね、コメント参加したくなる。おー、ありがとう。話面白いから、はい。あ、ありがとうね。ニットンありがとう。もしよかったらニットンフォローしてね。また来て。ありがとうございます。あとはね、一番大事なことは、実は素直さだと思ってる。歪んでてもいいから、歪んでても間違っててもいいんだよ。っていうか、配信者が言ってることなんかほとんど間違いだと思ってんの、俺は。はい、ワード2、ゼリーさんいらっしゃい。そう。正論は言わなくていいんだよ。ただ、素直であること。うん。心開いてないと、心開いてくんないから。そう。だから、配信者とリスナーって鏡の関係なんだよ。似た人が来んの。攻撃的な人には攻撃的なリスナーになっちゃうんだよ。それは、そういう人間が作ってわけじゃないの。片輪さんいらっしゃい。うん。攻撃されると攻撃したくなるじゃん。殴られたら殴り返したくなるじゃん。だから、素直に心開いたりとか、本音を話す。素直さとかってね、実は人間敏感だから、そういうのがね、垣間見えるんだと思うよ。だから素直に話すと素直に答えてもらえるもん。うん。だから、まずは自分からだよね。うん。だから挨拶してもらいたいし、構ってもらいたかったら丁寧に話す。丁寧に対応してもらいたかったら丁寧に話す。うん。そういうもんだと思う。うん。まあ日本人だからさ、日本人っていうのはそれは世界的にさ、トップレベルでそれをできるのは俺は誇りに思ってるから、日本人として。世界で一番礼儀正しい国に生まれて、礼儀持ってないやつ多すぎるんだよ。先祖悔やむぜ。ねえ。うん。だからいいところは継承していかないとね。なぜスクワット？僕がなんでスクワットするか。誰もわかんない。なんでなんだろうね。先月1ヶ月間で、先月は何回やったんだっけ？計算しようか。先月18万8000円いただいたんですよ。ちょっと待って、計算するね。
先月のリスナーさんからの支援が、18万8千と。18万8千円。18万8千円でしょ?割る、18万8千円割る、500円。500円。俺の1回の見入りが500円だから、376回。376発花火もらったんでしょ?かける、1個の花火につき5回スクワットだから、1880回か。1880回スクワットしたの。なぜって聞かれてもわかんないよ。多分ね、なんでか誰もわかんないと思う。うん。道でもスクワットしてるしね。うん。誰との約束だったの?約束じゃなくてなんか、いや、ノリで言ったの。なんか面白そうだったから、じゃあいいよ、花火くれたらスクワットやってやるよって言ったら、みんな面白がってバンバンくれて、で、なんか2日ぐらいその連チャンが続いてったの。もう和道をスクワットで苦しめようみたいになったら、どんどんみんなが悪ノリで、なんか和道を苦しめようぜつって、スクワット祭りが始まって、もう最近ではもうなんか当たり前になってきたね。花火が上がると勝手に体が始めるみたいな。うん。そろそろ腕立てとミックスにして上半身とバランス取ったら、いやもう下半身だときひたすら鍛えようかなと思ってるね。すごいよね。1880回でしょ?を、まあ1ヶ月で30で割ってみようか。1日平均何回ぐらいだろう。1日平均62回だって。うん。1日平均62回スクワットしてる。うん。超足太くなったもん。でもさ、それでも大事なことだと思ってて、それで、なんでスクワットやってるのっていうネタになるわけよ。初めて見た人からしたら、はっていうのが面白かったりするじゃん。印象に残るじゃん。そういうの大事だと思うよ。うん。ただ、ありがとうっていうだけじゃなくて、やっぱエンターテインメントなわけじゃん。うん。だからあれだよ、飲み屋で一気みたいなノリでしょ?わかんないけど。そこのノリはね、やっぱいい方だから。うん。うん、まあね、香川さんとか太鼓叩いたりとか、いろんなのがあるよね。あ、ギター練習しよう。のんたんギター取って。うん。そろそろお腹行きましょう。いや、すごいんだよね。なんか、アスク FM っていうサイトを、昨日なんか告知をしたんだけど、あ、ちょっと宣伝させてください。あのね、和道のオフィシャルホームページで行けましたので、皆さん、ブログとか興味あったら、和道オフィシャルホームページ見てください。URL は、wado.tv tv です。wado.tv です。wado.tv ね。これがブログ。で、インスタグラムとフェイスブック、もし繋がりたい人がいたら、インスタグラムとフェイスブックはフォローバックしてますので、もしね、フェイスブックで wado と友達になりたいっていう人いたら、申請してください。フォローバックしてます。インスタグラムもフォローバックしてる。あと、アスク FM もやってます。おはよう、ギアス。リンゴの助おはよう、wado つ。ブックマークしてる?サンキュー。うん。よいしょ。うん。なんかさ、日曜日にさ、ちょっと、ギターを弾く機会があって、練習しないといけないんですよ。F が。アスク FM はね、質問ができるサイトだから、あ、そっか。なんか、身長と体重と3サイズを教えてくださいって言われたから、要はリスナーさんの質問に俺が答えるっていうサイトだね。うん。そう。硬えな。アコギやっぱ硬いな。指がもう全然ダメ。F は感覚コード。これかな?こっちかな?これか?これ?こっち?うん。ちょっと練習しないといけないんですよ。やっぱ配信に集中するわ。後で練習するわ、一人で。うん。慣れないことをやりながら配信できないわ。トークが鈍る。やめます。ドラムだけじゃなくてギターもできるのすごいね。全然すごくない。こんなん、ギター弾けるにならないもん。なんだっけな、何弾けたっけ、うん。
あ。音聞こえる？あなたのことを深く愛せるかしら。子供みたいな光で僕を、で僕をそん、ん？なんだっけ？あれ？あなたのことを深く愛せるかしら。子供みたいな光で僕を、で僕を染める。風に吹かれた君の冷たい、あれわかんないわもう弾けなくなってるね。中学生ぶりぐらいに弾いたわありがとう、うん、チューニング合ってんじゃないの、わかんないけど、うん、ただねもうねあのネックが曲がって浮いちゃってるんだよね。弦はまだ綺麗だけどね、ちょっと指板が痛いよね、うん、あ、バガープレゼントありがとう、うん、日曜ってあさって弾くの？うんとね、ちょっとまだ詳しく言えないんだけど、まあ確定したら言います。はい。まあ半年先のことなんで、はい。まあそうですね。撮影が10日なんで、まあ確定したらこの件についてはお伝えします。のんたんも一緒に配信して。のんたん配信、あれだよね。顔なしでもしかしたらやるかも。顔、なんだっけ。ラジオ配信やるかもしれないでしょ。うん。ラジオ配信者になるかもって。うん。まだ考えてるって。半年なら余裕で練習間に合う。違う違う。撮影自体は、10日。で、リハーサルが4日。うん。新しいフォロワーさん紹介します。キリバンです。888番目のフォロワーさん。ソララさんフォローありがとう。ハートありがとう。うん。うん？ふふ。かわいいでしょ。うん、そうだよ。うん。モンタン綺麗でしょ。うん。俺の自慢の彼女です。こんなかわいい彼女いるのに浮気するはずないじゃんね。うん。演技いいね。パチパチパチ。そうだね、うん。ふざけすぎて恋が幻でも構わないと言いつつ。ハートありがとう。ソララさんハートありがとう。ハートありがとう。カラオケ行きてえな、うん、ね、ご飯さ、うん、お米炊こうと思ってる。お米炊くか、うん、あでもあ、ね、タコスのね、うん、作るやつ買ってきた。あ本当に？ご飯炊けばいいの俺。え？ん？タコスの作るやつって何？タコライスじゃないの、うん、こういう皮みたいなやつと、うん、あと肉炒めて、うん、タコス後で作ろうか一緒に。それかご飯でもいいよ、うん、タコライス、うん、でもタコスの方が美味しそうじゃない、せっかくだから、うん、うん、タコス作ろうかじゃあ後で。ありがとう。今作りたい？作っとこうか。いいよいいよ。あ作れんの？うん、うんうん、俺の方が料理うまい。作れる？美味しく。じゃあお願い。作って。だってお肉炒めてるから大丈夫。
いやー不安だわ。大丈夫だよ。いやー不安だわ。味付けとかさ、タコミックスっていう、うん、そのタコスの味付けのやつがあるから、うん、それの分かった分かった、ノンタンを信じる、分かった。ニンニクもちょっと入れとくか。ああいいねいいねいいね、イエーイイエーイ、はい、タコスです今日のご飯は。アスケ FM に質問しといた。あ、ありがとうございます。じゃあ後で答えておきます。かわいいでしょノンタン。ノンタンカラオケはミスチルが好きみたいね、わかんないけど、うん、よいしょ。お、お知らせ来てますね。新しいフォロワーさんを紹介します。新しいフォロワーさん、チャポさん、フォローありがとう、うん、ちょっとさ、一回配信閉じてさ、3曲だけ歌っていい？なんかカラオケ行けないから、今月カツカツだから、俺金ないから、あのカラオケ枠3曲だけやっていい？3曲だけ。え？え？だからここで歌うから3曲カラオケ枠やっていいっつってリスナーさんに配信でやっていい？カラオケ枠、うん、いい。じゃあ一回放送閉じます。皆さんお疲れ様です。違う、あのね、歌うんだけど、あの一回編集点入れないと、あの YouTube に動画上げるときにね、ダメになっちゃうんだよ。要はあの広告もらえなくなっちゃうの。だからあのちゃんとあのお金を稼げるように、あの趣味枠を作るって感じ。はい、一回落ちます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。